ね、朝厳しいね、このトラック。ございます。今朝の4時です。今日東京から京都に行きます。僕の YouTube 活動、最近お世話になっている人がいます。アートユニット上田良さん、まあこの人にね、本当にお礼が言いたいと、本当にありがとうございますと。ただ何も物は持ってきません。あの方京都なんです。何で行くか見てください。この格好、自転車で行きます。この角田のエレクトロ GT で行こうと思います。私も行けるかどうか分かりません。約520キロの旅です。約5日間6日間の旅かな。それで地図をこう調べていくと1号線で行けるような最初気がしたんですけど、行けません。あのバイパスとかありますんで、あの迂回をして行かなくちゃいけません。東京から京都間は箱根、あと鈴鹿、山越えが2つあります。できる限り山越えは避けたいなと。だからちょっと遠回りします。地図がこれが大変なんですよね。いろいろ書き込んで、まずこういうふうに246の方出てなんて書いてね、見てください。ほら、だから1号線行けばいいってもんじゃないんですよ。そう、380号線、なんかね、土地勘とかそういうのはあんまない男だったけど、こういうふうに調べておくと勉強にもなるし、やっぱね、勢いじゃいけませんよ。まず買ったもの、フロントに、携帯がこう入って、このバッグ、これはね、ギア下、ダイヤモンドフレームのちょうどど真ん中に入るようなバッグを見つけました。まあ地図など入れてね、いければいいかなと思います。はい、あとこれがメインのバッグか、まあ、着替えと入れていけたらなと。それで帰りは新幹線で帰ってくるかなと思いますんで、輪行バッグか、マイタイヤを外せば、新幹線も乗れるらしいです。あとね、今回この行く旅でカスタムしたポイント、タイヤ、あとリム、もともとねこのタイヤなんです。タイヤっていうかリムなんです。これはまたステンレスとかでできてて重たい、なので変えました。ここが今回のポイントかな。それとまず着替えとショーバッグ、手袋、ヘルメット、まあ、空気入れ、それでエアが抜けた場合こう CO2、 あとパンク、まあ、工具を少し、あと着替え、ね、風邪薬とか頭痛薬とか、はい、あとプロテイン、携帯、バッテリー、マイクロ SD、ツールド千葉からね大して走ってません。85キロ、まあ、自転車なんでね、パンクだったりいろいろあると思うんですけど、あと安全をね、安全第一で行けたらいいかなと思います。日の出がね5時12分って書いてありましたんで、5時スタートです。行くか。はい、こんな形です。ね、怪しいですね。成城富士橋と富士山見えてますね。これ参った。いやー参った。